桁のような気持ちで今までやったことあるネタをしまーす。カップ焼きそばってよーく考えたら焼いてないよね。気づかった、気づかった、わーいわい。自転車の鍵って使っていくうちに自分しか知らないコツが生まれてくるよね。気づかった、気づかった、わーいわい。ああ、私写真写り良くないからっていう女の人は実際の姿も良くないよね。気づかった、気づかった、わーいわい。あ、デジャブだこれ。わ、これ こっち3台カメラあってすごい、どこ見ていいかは分かんないし。あ、これデジャブ。あ、デジャブ、デジャブって本人しかテンション上がんないよね。気づかった、気づかった、わーいわい。燃えるゴミと燃えないゴミってあるけど頑張れば燃えるよね。犬にポチーとかコローとか名前をつけてるけど、おいって言ったら大体振り向くよね。気づかった、気づかった、わーいわい。僕みたいに太ってる人はスキーに行くと友達に、お前転がった方が早いんじゃないのって言われるよね。しかも僕みたいに太ってる人は冬になると体から湯気が出てるよね。しかも僕みたいに太ってる人はバンドだとドラム、サッカーだとキーパーをやらされるよね。デッカちゃんでしたっていうことなんですけども、ちょっと皆さんに言わなきゃダメなことがあります。実は僕嘘をついておりました。本当のことを、気づいたことを、本当のことを言いたいと思います。太ってる人はスキーに行くと友達に転がった方が早いんじゃないのって言われるかもしれないけど、それは嘘で本当はスキーしない。しかも僕みたいに太ってる人はバンドだとドラム、サッカーだとキーパーって言われるけど、そんな重要なポジション任せられない。しかも僕みたいに太ってる人は冬になると体が湯気から出るよって言われてるけど、それは本当なんだけど、それは本当なんだけど、実は夏も出てて、夏ここら辺デブの猫、ね、ここら辺見たらね、かげろうみたいになってるよ。デッカちゃんでした。真実は一つ。ありがとうございました。どうも、みんなのハートをキャッチしてもすぐにリリースするハローケイスケです。食う寝る遊ぶ、これで人生を渡り歩くのが今のところ俺の目標なんだけど、今のところ充実しているのは寝るだけだね。あああとの祭りとよく言うけれども、気づいたらその祭りによく参加しているよ。ああ、とりあえず遅咲きと言える時期は通り過ぎました。やればできる。ずっと幼い頃からそう言われて育ってきたので、じゃあやるのはいつでもいいじゃないかということで、ずっとやらずに来たらこうなりました。以上、ハローケイスケでした。どうもありがとう。短どうも、市川のとみです。よろしくお願いいたします。
よ。グッズ売り場のぬいぐるみの売り上げを上げてほしいから、ポップ、そのぬいぐるみの動物ごとになんか動物の豆知識のようなポップをね作ってって頼みましたよね。佐藤さんですよね、作ったの。これ作ったの佐藤さんですよね。フラミンゴが片足で立ってる理由、それはただの冷え性。あ、ねえ、あ、すごいなと思うけど、これって売れますかね。なんかね、可愛いとかすごいとか、この動物強いとか、そういうのを求めてたんです。うん、例えば象の鼻はマッチョで力持ちだよとか、カピバラさんは人間より走るスピードが速いんだよ、すごいねみたいな、そういうのが欲しかったんですけど。え、作りました。あ、強いとかね、あ、なんかありましたね。私全部回収してきたんですけど。あ、これですか。実はカバって強いって知ってた。うん、この入り口はいいと思うんですよ。ただアフリカでは凶暴なカバによる死亡事故が後を絶たないよ。うん、暗いよね、これ売れないんですよ。ポップでもちょっと明るく言ってもらわないと困るかな、なんて。あとこれも、怠け者って可愛いね。入り口はいいんですよ。うん、怠け者は1日20時間以上寝てしまって、食事を忘れてそのまま餓死する。うん、可愛くない、おっちょこちょいって書いてもね、全然可愛くないの。あとこれ、みんな大好きウサギは動物の中で最も性欲が強い。うん、ダメだよね、テンション上がるのこれお父さんだけだから。これウサギのマークプレイボーイにするのやめてもらっていいですか。もっとポップな感じでお願いしたいの。キリンのビールは美味しい。うん、これ違うよね、違うキリン書いてますから。いや、ポップだけど。あとこれもうメーカー名になってますから、もうライオン、 LION になってますからね。これ洗剤とか売ってるとお母さん勘違いしちゃいますから。あとこれダメですよ、ラム肉最高、絶対ダメね、書き直してください。以上、どうもありがとうございました。
どうもー、ムービー勝山でーす。お願いします。ですね、皆さん、インストゥーメンタル、インストってことですかね。音楽好きの人がね、結構行き着く、音楽好きの人が行き着くこのボーカルがいない、歌のないこの演奏だけの音楽っていうのがインストなんですけども、これね、僕ね、お笑いの、多分お笑い史上初だと思うんですけど、歌ネタでインストを作りました。ちょっと作ったんで、せっかく作ったんで、ちょっと聴いていただこうかなと思っております。インスト歌ネタ、タイトルは真夜中の動物たちのパーティー。想像してください。ミュージックスタート。チャララチャチャチャラチャ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 ラチャチャチャララチャララツチャ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 ララウウウウウチャララチャチャチャラチャ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 ラチャチャツツチャララツチャチャチャララツチャツチャツチャ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 ララチャ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 ララウワうわちゃ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 ララうわララうわうわちゃララちゃララちゃら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 ちゃちゃらちゃちゃらちゃらちゃチャラララチャチャラチャチャラチャラチャラチャチャチャラララララチャ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 ルル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 ル